皆さん、こんにちは。淡井圭介です。2024年、5月の14日、24時23分。先ほど、まあ、家の中で、今日、19時ぐらいから、もう倒れ込んでる状態だったんですけども、その、20時ぐらいの頃に、子供の頃の学生ぐらいの頃の佳子さまの声で、岡場の方に向かって歩いてっていう声が聞こえてきて、その前に209号室から誰か階段を降りていって、その後誰かが209号室に入ったみたいなんですけども、ちょっと前に岡場駅前では、皇族に会いたいんだったらもっと早い時間には歩いてくださいとか言ってる、まあ、ビラというかチラシというかそういったものを、巻きながら言ってる人たちがいて、その数日後に眞子さまらしき人物が私の家の横を歩いていったと。それが17時台ぐらいだったと思うんですけども、わからないですよ、その眞子さまかどうか。いや、もう僕の家そのベランダにも出てないし、家の中から外を見てそうなんじゃないかなぐらいでしかわからないです、距離的に。目の視力でもうみんなそれぐらいの距離だったらそうなると思いますよ、20メートル以上先って。で、まあ、もともとそういうことがあったから、今日の、まあ晴れ具合とかを見て、まあ、17時過ぎぐらいに、17時、15分、20分、それぐらいに、外へ出て、買い物へ行って、ああ、誰もいなかったか、というところで、まあ、帰宅して、もう、あとはもう、すごく眠たくなる一方でしたね。で、家の中で倒れ込んでいたと。まあ、そういうような状況ですね。まあ、これは佳子さまへのメッセージと、あと、まあ、まあ、作戦会議なのか何なのか、今隣に209号室に誰が入り込んでるのかわからないですけども、こういう次第なんですよ。そのコンピューターの電波の声で、その聞こえてきた内容の時に僕はどういう状態かって言ったら、まあその時はもう倒れ込んでる状態で、で仮に歩いたとしても佳子さまでした、確認しようがないんですよ。で、あと、その声が聞こえてきて、急に、持ち物、パソコンシャットダウンしたりだとか、時間かかるでしょうし、なんか変なんですよね。それでもし本当に佳子さまが歩いていたとしても、会えないような状況を結局、作られてるような気がするんですよ、この方法。で、すでに僕は一回外歩いてるんですけども、二回歩いた時に遭遇したことがあったかな、どうかな、とか、そういう部分もありますし、だからね、まあ一応今日忘れないうちに記録しておこうかなと思って、まあ、正しいいつまで覚えてれるかっていうこともありますね。その、お川に向かって歩いてっていう声。で、その声に関しても、佳子さまだけの声なのか、他の人間とブレンドされてるような気もしますし、時刻は20時ぐらいだったでしょう。ありえるかなって言うとはないんじゃないかなとは思いますね、佳子さまが歩いてるかどうかで考えると。だから、人に、これ同じことがずっと繰り返されてるんですよ。だいぶ前から、誰それに会いたいんだったらとか、皇族に会いたいんだったらだとか、もっと早い時間で歩いてくださいとか言ってた。まあその人たちもね、髪の毛染めてる女性で黒い服着ていたから、まああんまりいいことないなとは思ったんですよ。髪の毛染めてなくて悪いことしない人でね、黒い服着てない人が言ってるんだったら、そこから遭遇する可能性っていうのはあるかと思うんですけども、してることめちゃくちゃだから、海洋基本違反で黒い服着てる喪服、もう世間に広まってしまったもの、広辞苑がある。で、そんな状態の人に言われて、その内容を信じるべきかなどうかな、の話がある。だけども、眞子さまらしき人物が歩いた。じゃあ、こちらも17時ぐらい、過ぎぐらいに家出るしかなくなる。で、歩いては見た。しかし、今日も会えなかったと。
まあ、以前からその17時過ぎに歩いてるんですけども、まあ、眞子さまもいつ自分が歩いたかノートに書いてなかったら忘れますよ。眞子さまが歩いたんだとするのであればね。で、209号室に何か訪ねに行く気になるかっていうと全くならないですね。だから先ほど歩いて、じゃあ誰と遭遇したのかっていうところで、範囲が広がりすぎていて、例えば消化霞が関の人が歩いてたって僕にはわからないことですし、顔を見ても。あとはまあ、よっぽど僕と深い関係のある人で、僕がその人の、今の時間軸のその人の、顔とかを、理解できる人、理解できる人じゃなかったら僕も認識できませんし、基本的に夜だから、正直2メートルぐらいの範囲まで近寄らなかったら顔わからないんですよ。本当に。だから、まあ、これは他の人にも当てはまることなんですけども、もう夜は難易度高すぎますね。何回も言いますけども、道路でこう歩いていて、反対側歩いてる人の顔なんか全然わからないですよ。街灯の下でも。もう距離それで10メートル近くあるわけじゃないですか。そしたらもう暗い時ってもう顔わからないです。本当に。まずそもそも正面から見れないじゃないですか。同じ真正面から歩いてくる人しか。まあまあ、作戦会議というわけじゃないですけども、まあ、こちらの状況としては、まあ、そういう状況です。以上です。